医療保険って、保険会社で保険をよく知ってる人たちが最も入りたがらない保険なんです。まず健康保険があって、医療費の自己負担の上限が決まってる、でそれを自分で補填する場合、経費がかからないですよね、で保険会社経由で持ってこようとすると、経費と給付を高めに見込んでおくことによって余るお金が4割とか、ひょっとしたらもっと。だから安心のために1万円入金しておくと、管理費なんか4000円以上かかってるような構造なんです。保険会社が4割あらに2割5分ぐらいはだいたい経費で見込みで含ませておいて、さらに給付金の額を高めに支払うって見込んでおくことによって、見込みと実績で差が出るんですね。それが余るんで、でなおかつ、それにしては給付額が高額になりにくい、入院しても10万円だとか、手術してプラス10万円とか、でそれぐらいのお金だったら自分で用意する方がいいだろうっていうのが、保険会社の人が入りたがらない理由です。